よろしくどうぞ。大輔さん、久しぶりだね。ね、痩せたもんな、お前。痩せましたよ。一時芸能界入った時な、ちょっと辞めてすぐやっぱ太りましたね。やっぱ太んないな。奥さんが井上泉だっけ。いや、大神です。大神。点いらないから。点いらないから。うまいね、やっぱり君は。何年なんの、井上来て。5年。来年で5年目。長いな。意外に。そんなやると思った。思ってないです。そうだろ。もう2、3年で終わると思った。最初何で入ったの。何。最初はだから、バッティング、うん、内野守備。でバッティング発作、内野守備みたいな。幅広いな。幅広かったんです。どうするのバッティング。でもバッティングコーチは吉村さんと後藤さんがいたんです。その補佐みたいな感じでやれって言われたんだけど、うん、もう守備がいなかったから、もうほぼほぼバッティングなんか見れないで。それはそうだ、ノック行ったり。ずっと守備やってましたね。内野守備。はい、まあ、それはそうだね、はい、それ監督がの第2次の、あ、第3次の最初の時、はい、なんて連絡したの、監督から。もうちょうどね、ゴルフの帰りだったんですよ。大輔って監督とかで言ったんですか。いやいや、僕はプライベートで、うん、でゴルフの帰りでちょうど車乗った時に何気なくこう携帯見たんですよね、うん、で見たら LINE バッて入ってたから、バッて見てたら監督が入ってたんですよ。あれってゴルフの誘いかなって思ってみんなそう思うみたいな、はい、で、なんだろうと。で、そのまあ、僕が携帯見た1週間ぐらい前に、うん、10日ぐらい前かな、高橋由伸監督が続投みたいなの出たんですよ、うん、新聞に、うん、あ、またもう1年やるんだっていう感じで見てて、うん、なんかゴルフの誘いかなって。まあその時は由伸監督とは関係ないですよ、うん、ただそれ見てたから。なるほどなるほど。で、監督からゴルフの誘いかなと思ったら、来年のジャイアンツにちょっと力を貸してくれないかって言われて、うん、何のことかさっぱり分かんなくてあれ、え、ね、吉野部じゃないの。ね、でその時に吉野部監督なんだろうなと思って、あれ何を言ってんのかなと思ってゴルフに誘いじゃないし、食事でもなかったからそれで俺何だろうこれと思って、あっと思って自分なりに考えて、うん、監督っていうのはやっぱりこう球団に残ってるじゃないですか、うん、いろんなあれ、ね、そうだな。で、吉野部監督の中でコーチをやってくれないかって意味なのかなって思ったんですよ。でもこう違ったらおかしいしと思ってそうで LINE で返すのちょっと失礼だった。分かる分かる、ドキドキするよな LINE でそういう答えをさ、うん、これも直接話した方がいいな、うん、あ、勇気あんね君は。監督に連絡して、あの、これどういうことですかっていうこと言ったら、お前の力貸してくれって。え、うん、はい、もうほんとこんな感じだとさ、はい、みたいな。え、監督はやられるんですか、原さんですかって言うから、まあそうなるだろうなって言った。あ、そこでって思った。そういうこと。あ、まずそう、理解がこう自分でできなくて、分かる分かる、状況が分かんなくて、まさか俺らがコーチが来ると思ってなかったんで。で、ずっとこう考えて、半信半疑でこう監督でやって、あ、はいはいって言って、うん、どうだって言うから、いや、その場で、その場で、いや、監督らしいね、わかりましたって。あ、もう言うしかなかったな。で、家帰って嫁に、うん、俺来年コーチやるみたいって言って犬神さんに、いや、大神さんにね、天がいらない、そうそう、奥さんに、うん、俺コーチあれ見てたぞ、うん、えって向こうもそりゃそうだ。で、高橋監督、いや、じゃあ原さんやるみたいって言って、え、だって出てたじゃんって。そうなんだよってわかるわけわかんないんだよな。で、ああ、監督がやるなるって言うから、で、分かりましたって言って、もうだから初め何コーチかもしれない力を貸してくれたわけだもんな。ああ、もしかしたらマネージャー補佐かも分かんない。分かんない、何か分かんなかった分かる分かる、グランド整備やるのかなと思ってまあな、力を貸すだから、力貸すから分かる分かる、それ聞けねえしな、うん、で、監督に言われたんですよ、お前入ってたよって言われて、え、何コーチですか俺って。そこで守備コーチだと思って、初めバッティングコーチって言われて、あ、そうですか、え、バッティングコーチ俺と思って、まあできるっちゃできるけどな。で、まあ言ってるうちに、あ、なんか守備コーチみたいって、またあくる日ぐらいに LINE 入って、で、結局なんか打撃補佐、あの、内野守備みたいになってるから、俺何やんのと思って何や
で、まあ監督とお会いした時に、でその時またサードコーチもやるからって、うん、いやこれ守備コーチどころじゃねえなと思ってサードコーチなんて最悪だ大変だぞこれと思って、いや俺お前サードコーチやってる時、まあその度胸はあるから、うん、はいはいってこう知らない子はできると思うけど、うん、腹の中でよ大変なこと受けたんだと思ってたの。いやもう大変だったですよサードコーチやりたくないだろうな、やりたくない、難しいですやっぱり、うん、今年もやったんですけど、うん、まあ、前半でちょっとこうあれのあって、うん、じゃあお前大好き中入れって言って、うん、その中がちょっと元気ないからっつって、うん、お前がちょっとやれって言われて、うん、あれこうコーチはクビなのかな、一瞬そこでも思ってそう思うよな、まあ、サードコーチだから、その前の時に俺広島とかで結構ワンヒットで帰ってくるのが大城が全部アウトになったんですよ俺それでやらかしてんのかなと思って、でもあれ大体アウトになるもんな、はい、俺らが解説で見てても大城はアウトです、だからもうツーアウトだから帰ってくれよとか思いながら回してんだけど、それでもアウトになって、それで何日か後には交代って言われたから、あ、俺もクビなんだな、分かるなそれで思ってたらな、やっぱ、まあ、いろんな監督と直接話して、うん、それは絶対違うから、うん、でお前できてるからっていうことで、うんうん、ああじゃあよかったと思って、うん、でベンチ入って今年は、あそれでもうようやくもう4年終わるんですよね、早いな、2年目の終わりから、あ2年目から僕ヘッドコーチじゃないですか、あそう、はい、え大輔は何年ユニフォーム脱いでたっけ、やめて14年ぐらい、そうだよな、はい、俺も13年離れてて、じゃあライオンズ帰ったんだ、最初ななえな俺何するのって感じだもんな、もうわけわかんないです、なんか身を見まねもさ、すぐユニフォーム着んならいいけど、はい、正直自由奔放な生活してるタイプじゃん、で、でバラエティばっかり僕出てたんで、うん、まず来ないと思って、なるほどな、はい、まあ、まあ仕事的にはな、で、まあ、聞いたら宮本さんも入るっていうし、うん、おおと思って、俺本当に画期的だと思ったけどね、うん、何があってタレントやってる人は喋れるわけよ、うん、で俺もコーチやったけど喋れる人じゃなきゃ伝えられない、うんうん、のがだから監督もおっしゃったけど、やっぱ喋れないっていうのは能力がないってことだよなっていう、そうですね、あ俺もそう思うんだよなってずっと思ってたの、まあ、だから今年なんて本当に監督と会話がみんなできてなかったですね、やっぱり、はい、それがやっぱり監督も辛かったと思うし、うん、まあ、そうさせた俺もダメだったなと思って、大輔ヘッドやってたんだっけ今年も、やってました、あ2年目からずっとヘッド、はい、どうなのそのヘッドって、いやヘッドコーチやった時も日本シリーズ中だったんですよ、ソフトバンクとね、うん、ではいはい、さ4連敗した4連敗しちゃった時が、そうですね、1回目の4連敗の時に4戦目の前かな、3連敗した後あと、監督室で呼ばれて、なんだろうと思って、もうその時監督もやっぱりね怒ってますから、3連敗して、そりゃそうだ、うわなんだろうと思って言ったら、お前来年ヘッドコーチやるから、え俺日本シリーズ中でサードコーチをやってて、え今ヘッドコーチって言いますか、しかもバッティングコーチお酒内野守備走塁コーチでノックしてて、ノックしてて3戦目終わってサードコーチやっててずっと負けてて、かけてて大輔来いよと、あマネージャーがバッティングコーチ呼んでます、面白いです、はい、下手したら首でもいいよ、もう覚悟したよみたいな、もうもうそういう覚悟もあったんで、あるもんなコーチってな、はい、で来年ヘッドコーチやってくれ、はあ、俺試合どころじゃなかったんです正直で人に言えないし吉村さん総合コーチでいたんで、ああヘッドがその時いなかったんですよ、うん、吉村さんが総合コーチでこうまとめてたんですけど、うん、チーフで、うん、俺大丈夫かなと思って、分かる分かる、全部見んだからな、そうです、ああでもう試合どころじゃないし、うわで4連敗して試合負けてるけど、負けた、うわもう次がヘッドコーチ、俺何すんだよと思って、まあ、すぐだもんな、はい、もう焦りばっかりだったんですよ、くせ者なりきらず、もうもう正統派でいきましたね冗談も出ない、真っ当からいきましたツッコミも入れれないし、おいとも言えない、言えない、いや重いもんなヘッドって、重いっすよ、嫌だよねあれでも4年やったのヘッド、はい、でまあ次の年も3年か優勝できて、まあ、そのまた4連敗しちゃったから、あれどうだったの1回目の4連敗の時、まあ、正直テンパンだったじゃん、もう打てず、うん、まああれです、次の
4連敗も一緒です。何もできなかったです、うん、まあピッチャーは打たれ る、バッターは打てない。まあ、あの菅野がさ、友廣がテリーグピシャピシャ言ってんのにさ、パリーグもソフトバンクも みんな見切ってたもんな。癖でもバレてんですかぐらい、バレてないんだけどさ、もうそんな感覚です。ああもうボール球も全然入って捨てられて、ストライクがバーッと入ったもんな。あれすごかったな、あの時のソフトバンク強かったですね。ピッチャーも、はい、出ないでしょあれ。ピッチャーだから1年目だから最初の4連覇の時、なんだこのピッチャー陣、1150キロ以上じゃんっていう4点ビハインドで来るやつが155キロバケモンじゃねえかと思ってで、勝ちゲームはこれこれっていう名前が出てくるじゃないですか、うんね、で向こう大量得点で、また、まあ、優しいピッチャー出てくるんだろうなと思ったら、なんてことないです。150キロバンバン来るんですパワーピッチャーだらけな。で次の日本シーズンの時に、まあ、同じような先発ピッチャーからの中継ぎに違ったんですよ、うん、これチャンスあんじゃねえのって言ったら全く一緒、みんな150キロ以上あれあいつはいねえんだよな、怪我して貝とかそうでしょ、うん、そうだな、貝のか貝のな、うん、怪我していないぞっつって、よしよしと思ったら違うピッチャーが150キロで投げてくるソフトバンク何人いるんだよと思ってあれでもじゃあやらきしたろ2回目の日本シリーズも。いやもう本当ダメだった、ね、1回目はさよしいけるぞぐらいの思ったけど、やってみたらおいなんだこの強さじゃん、もう完全見下ろしですもん向こうが、もう分かりますもん、はい、やりましょうねみたいな余裕ですもん選手らが、はい、なあ。でマッチ君の大きくない、なんかいろんな意味で松田、松田そうですね、大きいですね。なんて言ってもやっぱりジャイアンツにいないタイプで、うん、あれだけのベテランがあそこまで声出して引っ張って、で僕解説やってる時もやっぱり他球団見に行くじゃないですか、うん、やっぱソフトバンク元気あるんですよ。元気だね。でしかもベテランがすごいんですよ。なあ東南やっててもな、ベテランがわーっていうか若手がもっとそうですから、うん、こいつはうるせえなーっていう、だからマッチが来てくれて、あジャイアンツにいい風を吹かしてほしいな。そうだね、俺ね、だからそのまた俺は実力でいけると思ってんの。だから俺レギュラー陣うかうかしてらんないよと思ってて、マッチはこう技術的にちょっとヘッドがこう寝るだけだから、うん、ちょっと立ってくれりゃ、あいつどうしてもセンターが右にバーンいけるから、はい、寝かしながら打ってたんだけど、やっぱり年とともにもそれがこう差し込まれるようになっちゃってて、うん、だからなんかいけんじゃねえかなみたいなのもあるしさ。だから今の若手ら本当何枠もないよな。ないです、ないです。だからのんびりやってるのもこの子ら不思議だなって僕思う。あ、そういう時あるんだ、はい、で僕らやらせるじゃないですか、うん、やらせなきゃいけないってんで、やらせる気持ちにもさせなきゃいけないんだけど、まずやらせる気持ち僕言うんですよ、うん、大変だよユニフォーム脱いだらって、そんな甘くないよって。でいつまでも野球選手だっつって言って、野球やめたから俺もっと野球選手だぜって、あそれがどうしたのって言われるよって。そうだな、この世界は本当に野球選手で、あってみんな言ってくれるって本当一握りだよ、うん、俺なんかの別に相手されないよって。そうだな、だお前らたちだったらまだ俺の方がお前ら成績上げてるぜっつってで顔も売れてるからな、まだいいけど、ああだからお前らどうするっつって、お父さんお母さんがお金持ちなら別に構わない。そうだそうだ、でもやっぱり自分で働かなきゃっていう気持ちがあるんだったら、こんな気持ちでなんでやってんのっていうことは伝えるんです、うん、なあこのメンバーで、うん、で今ベテランね、東京残ってる主力組数えて、であと誰が入ってくるんだってなった時に、うん、あれと思わなきゃダメだよなと思って。26人だっけベンチに、はい、まあ、コロナで野手がだから16、7人なんですよ、うん、多くて7、うん、ピッチャーが10入れた時は16になるんですよね、うんうんうん、で16人数えてみなって、うん、キャッチャー絶対3人いるんだから、そうだな、あと13枠どうやって自分で選ぶか。だから大輔にさ、今のこの環境用意されてるのがおとぎ話って分かんない子が多いんだよ。そうですね、もうこんな環境あるかっていう、うん、我々がタレントやった時もさ、解説やってもさ、こんな用意はないじゃん。ないです、まあ、自分までやるようじゃない、はい、だから今なんだよな、やるのな、うん、いや本当今なんですよ、今しかないんですよね。なあ秋になってまたね、ビクビクしなきゃいけないって思う選手は大したことねえぞって。そうなんだよ、なんであの最後挨拶するときにな、結局それを感じないんだよな、間近にあるっていうのも。そうなんだよな、挨拶対談の挨拶してるときにさ、
ああクビになっちゃったんだなって、俺どのぐらい先かなじゃ目の前だぞみたいなな、はい、今日決まってくかも分かんないっていうのがあるよな、分かってないなとかさ。そうなんです。だからもうあの挨拶してる時に、ああかわいそうにって思ってんじゃねえのお前って思うのそれあるわな。そうじゃねえ、それか俺ああ助かったとか思ってるそれじゃあプロじゃないなっていう。大輔はさ、え一回浪人したんだよな、ドラフトの時にね。ドラフトの時あれな、え、なんだっけ、どういうドラフトの浪人だったの、あれどこに。もうジャイアンツ行きたかったです。もうずっとジャイアンツファンなの。はい、ジャイアンツ入りたくて、で自分でプロ入れるんって思ってなかったんです、うん、高校であんなに活躍しても、うん、いやプロそんな甘くねえからと思って。ああそうなの。はい、全然思ってなくて、でドラフト1候補生とかで名前出てくるじゃないですか、うん、正直兄貴とお前マジでなんでこんな出てんのみたいな。大輔何兄貴も野球してたの、はい、上宮かなんかで。いや違う高校ですけどやってて。え大輔大阪でしょ。あれあれ上宮ももちろん大阪なんだ。そうそうそう。でいつから始めたの野球は。僕小学校2年生からです。ああそう、はい、小学校2年生からボーイズリーグに入って。あ入れボーイズあんだ小2で。ありますあります。それ やっぱ誰の自分でやりたかったの、兄貴の影響の。いやもう親父も野球好きだったし、うん、兄貴もやってたから自然にこうバット握って、あのおもちゃのバット握ってやってましたね、うん、その時もう親父さんもが巨人ファンだったわけ。まあ親父がどこファンとか僕聞いたことなかったです。うん、野球見てて当時読売テレビのジャイアンツ戦かサンテレビの阪神しかやってなかったんですよ。なるほど。どっちかって言ったらやっぱり後楽園とか見てると人工芝で明るいんですよ、うん、で甲子園であのちょっと暗く見えるな、土でちょっとこう暗く見えるんですよね、うん、あの球場悪いとかじゃなくて映像がそういうふうに見えちゃうんですよね、うん、だからでどっちかってその時も、まあ、タイガースの方があの弱かったんですよ、うん、でジャイアンツ優勝してたりしたからかっこいいなと思ってジャイアンツファンになりました。うん、そのままじゃあ続けて、はい、中学の時もじゃあボーイズだ。ボーイズです。で高校は何、甲子園行きたくてとか上宮、なんで上宮になったの。僕中2の時に決まったんですよ。あそう、はい、え大輔が影響を受けた人は誰なの、そのコーチとか親父とかっていう、その野球やっててさ、そういうふうにじゃあ中2の時に上宮とかって勝手に自分で思うのか。いやいや僕上宮知らなかったです、うん、高校 PL しか知らなかったです。 PL 行く気はなかったの。いや PL 行きたかったです。でやっぱ大阪関西人はやっぱり当時やっぱ PL 入りたいっていうのも、うん、野球やってるからにはと思ってやってたんですけど、中2の時に近大附属と上宮が声かけてくれて、うん、来ませんかっていうことで、うん、で上宮、近大附属ちょっと知ってたんですよ、うん、上宮ってなんだろうと思った時にボーイズの先輩が選抜出てたんですよ、うん、上宮ここで、はい、上宮出れんじゃんと思って、うん、じゃあ上宮にするって決めたんです。自分で、はい、大輔怒られてて育ってないんじゃない、そのいい教育受けたんじゃないの、その伸び伸び野球やれるって。いやいやいや、もう怖かった。親父なんかもう、ま、車信号止まるたびにグーパンチです。あ、そう、はい、なんだっけ、この態度、練習態度すごい、ダラダラしてんじゃねえぞ、お前っつって。だからもういつもあのガキの時はもう信号青なれとあの、歩道の点滅した時親父、行けと思いながら止まったらグーグーって全部見られてた。もう毎日で。それは何、やっぱりその態度が悪いのもあったの。そうです。あ、先輩とかも当時あったじゃないですか、うん、そういうのでも痛っつって家帰って醤油とかつけたら、よいかしみろってこと言ったら、お前また殴られたのかって、誰にやられたのかじゃなくて、お前が悪いんだよっていう感じだった。なるほどね。そうだ、お前がちゃんとやってねえから。ただ僕の親父がすげえなと思ったのは、そういう自分で決めさせてくれたこと、お前行けよって言わなかったです。でどっちがいいのって言われて、うん、上の、じゃあ上の宮行けよ。でプロ入る時もジャイアンツ行きたくない、あジャイアンツ行きたい、あの他の球団行きたくないって言ったら分かったんです、うん、だからもう本当にね、親父はそこだけ、そこだけ言ったらおかしいけど、僕の意見をずっと聞いてくれたな。えドラフトの時はどこが指名したの。大栄です。大栄、はい、大栄が一本釣りだったわけ。いえ、外れ1位です。あの時野茂さんです。あ野茂がバー行って、はい、外れ1位で大栄、はい、でジャイアンツは大森さん行ったんです。ああそう、はい、で大栄が外れ1位で指名して、うん、で僕が「どうする?」って時にもう親父すげえなと思ったのが、大栄のスカウトの人がこうやっぱ来るわけじゃないですか、うん、まだちょっと子供の意見も聞いてないし、うん、まだ返事はできませんって、うん、その時にびっくりしたのが、お金の話一切しないでくれって言ったの親父が。
大栄に。お金で断ったと世に思われるのが一番息子がかわいそうだって。かっこいいね。親父渋いなと思って。なあ。でも一切お金の話しなくて、お金が安いから行かないって思われた。それそうじゃねえってな、うん、それはそうだな。でそれへん親父はすっげえなーと思って、うん、でまあいろいろ話して。お母さんどうしてたの？厳しかったです。お母さんも厳しいです。だから家で毎日素振りとかあるんですけど、うん、親父が仕事で遅くなった時、うん、あ今日遅いんだと思ってもうパジャマ着て、うん、ちょっとサバられるぞぐらいな、バット振ったのっつってお父さんいないからっつって何やってんの？星ヒューコ。あもう本当に厳しい。ヒューマとヒューコ言った。ね、なんで何やってんねんと。触れと。お父さん帰ってまで寝るんかとお前は小学生に。はい。すごい。そうお金さん。また着替えてこんな眠そうな感じで。だからさ癖物ってけどそうやってやったんだよ。練習な、うん、その時から、はい、パジャマ着替えてもう一回 T シャツに着替えて。行けって。で行って帰ってきたら。汗一つかいてねえじゃないですか。あの星ひゅーのギブスしてこうやってこうお母さんが見てんじゃないんだな。ああもう本当にやれと終わってからの汗で見られると。だからもう汗バーッとこうやって水をこうやってやったら そんな汗のは汗ねえからって。水しぶきだそれはっつってバレてた。バレてすごいな、うん、でよかったなその教育は。いや本当よかったです。ありがとうございます。もう当時はやっぱりうざいなと思いましたけど、本当ありがたいですね。練習な。サボれない。サボれない。そうだったの。家の方が厳しかったですよ。だからもうグラウンドよりも。だからグラウンドでダラダラしてたら親父に殴られちゃうの。そうなんだ。でじゃあ俺は行きたくないって大輔から言ったの親父。まあこれはねちょっとねまあいろいろあるわけだ。あるんですよ。でもね聞けてよかった。やっぱりその当然あれなんだっけな誰のどこの指名だっけぐらいしかもう記憶はないけど、うん、まあ大輔がただ教授行きたくて行かなかったっていう記憶だもんな。そうなんです。違ったんだな。そういうことがあったから、うん、じゃあもう絶対もう決めましたって行きませんって。はあ、お前もすごい高校生だね。はい、もうクソ生意気だったですねやっぱり、うん、そこはでも野球終わってもいいと思いました。もうそのぐらいもう覚悟はできました。すごい覚悟を18歳でしなきゃいけなかったんだね。だから本当にガキンチョだけど大人のあれっていうのが分かって、あと近寄ってた人が離れていくっていうのがよく分かって、敵が多くなりましたね。だからああそっかと思って、やっぱり敵半分見え方半分と思っとかなきゃダメだなと思って、誰もがこうやってくれてないなっていうのは18でなしたんだな。だから僕新聞記者とかにも対して生意気な態度になっちゃったんです。プロ入った時。ああもうなんかみんな敵に見えるよな。だから僕はな俺が何悪いことしたって思うんですよ。ドラフトも別に拒否してる選手もいっぱいいるわけじゃないですか。そうだね。しかも外れ1位だしな。別に俺も外れだった。まあまあな。別にいいじゃない。そうそう自由だもんな。自由人生だから。交渉権の獲得だからなあれは。それでなんかもう悪人にされたし、でも俺そんな言い方してないじゃないですか。って新聞記者に、うん、普通にこうやって喋ってもなんか俺が行かねえみたいなこう偉そうにしてるっていうのに聞かれたから、うん、じゃあすいませんもう僕新聞社とペンの人にはもうお話できません。できなくなっちゃうな。でテレビだったら表情も見えるし、何をどういうことを、うん、トークしてるかっていうの分かるじゃないですか、うん、だからもうテレビとかしか僕言いません、話しませんって。そうなるわな。ああだからもうジャイアンツ入った時もいろんなこと書かれたりしたから、だからやっぱりきついなと思って、うん、でもまあファンサービスもしなきゃいけないし、うん、と思いながら、でもやっぱりもうペンは僕厳しかったですね。そうだな。どういう1年で練習したのそこは。ハワイ行って、うん、ハワイ行ったんだよな。で僕それが面白いのがね、うん、僕ダイエーにホークス、当時南海ホークスじゃないですか、うん、昔はね、うん、その傘下にあるジュニアホークスっていうところに、うん、ボーイズリーグで小学校2年生からお世話になってるんですよ。実はもともとがね。デーブ知ってるのがあの中本球場って。知ってる、もちろん知ってる。僕あそこで練習してたの。そうなの。ああ、うん、あの後ろにもサブグラウンドがあって、うんうん、中学生はメイン でサブグラウンドで、たまに南海選手、門田さんとかみんなこう来て打ってるのを、うん、うわすげえって言って見てると環境でやってたんですよ。だからスタッフとかめっちゃ寮長まで知ってるんですよ。なるほどね。その中で大変指名されたから断るのもみんな出てきちゃって、はあ、これは辛いなと思って、でももう決めたし俺は行かないと思って、うん、で日本でやろうと思っても
毎日新聞記者が家の前貼ってるんですよ、週刊誌とか。最悪だな。でお袋も洗濯物干そうと思ってもそれを取るんですよ。だから洗濯物干せない。悪いことしてねえのにな。でお袋がちょっと乗ろうぜって倒れちゃって、うん、でこのままだったら日本にいられないなと思って、うん、学校行くのも満員電車で、満員電車向こう一枚向こうのドアからこうやって写真撮ってくる。俺はいいよ、他の人朝しんどい思いしてさ行ってんのに、なんだこのカメラマンって。 そうそう。でその頃な、うん、プライベートのないもんな、うん、出し方が。で元木あいつかってなるじゃないですか。なるな。なんかもうほんと嫌だなと思って、そのちょっとお願い したのされたのもされたっていうか、まあ、話してくれた人が、うん、穴吹さんなんですよ。それまたなんかホークスじゃん。そうだな、不思議なもんで。で穴吹さんが日本でやってても日本、僕滋賀県にも隠れたんです、うん、滋賀県で今ほんとこう滋賀県とか言うの俺初めてじゃないから、うん、滋賀県で山ごもりみたいなして、うん、大場って今マネージャーいるじゃないですか、うん、大場のお父さんがプロのね、南海ホークスのプロのその人がトレーニングコーチでついてくるんですよ。はあ、滋賀で。滋賀で。でもバレちゃうんですよ、滋賀でも、はい、でまた集まってきちゃったりするから。で穴吹さんの息子がハワイ知ってるよって、うん、俺なんかハワイなんて行ったこともないし、うん、聞いたことあるけど知らねえよ、うん、でもハワイでやらないって普通、え、どこですか、どうなんですかってなるじゃないですか、うん、もうその状況がもうあまりにもひどすぎたから、お願いします、外国来たからもうお願いします、人が分かんないところに、はい、って言ってハワイでやったんですよ。あー、チームにも入れたの、チーム、草野球みたいなチームに。あー、それでも野球は入れたんだ、はい、ここで草野球チームみたいなところ、穴吹さんの息子さんが紹介してくれて、俺のコーチで、だから大工さんなんです、少年野球教えてる大工さん。それ日本人なの、カフェで。いや、外人英語もできない、もう野球の言葉しか分かんない。でアウト。その人が車で送ってくれて、草野球のチームの、やつに入れてくれて、うん、でそこで、ああ俺ショートだけじゃダメだ、これ弱っちゃうわと思ってピッチャーやらせてもらって、肩弱くなって嫌だから、うん、でピッチャーやって、自分で木のバットで、向こう金属で打ったりしてたけど木のバットで打ったりとかしてやってたんです、うん、本当にじゃあそんだけだったんだ、もうスタッフというか自分が行って。そうです、そうです、道作ってもらっただけで。そうです。でコーチが大工、はい、カーペンター。カーペンター、カーペンター。そうなの、はい、よくやってたんですよ。何ヶ月ぐらいいたの。1年ですよ、だから次のドラフトまでです。いたのそこに、はい、だから3ヶ月に1回はビザの書き換えで帰るんですけど、うん、でもこっそり帰って、またもう1週間後にはもう出るっていう。で、もう飯とかどうしたのそれ。だから自炊とかお弁当ですよ、うん、もう This one, this one, this one とか、うん、その英語ぐらいしかできないです、うん、お弁当しまってたら、まあ、カップヌードルとか食べたりとかして、うんうん、すっごい、まあいい時間振り返りやな。いや、今思えばね、人生ですんげえいい経験してるなっていう。そうだな、当時やっぱり野球に関して落ちましたよ、うん、あ、やっぱりそれはそうだな。もう草野球レベルだし、で人生の中では僕すっげえいい経験したな。その時にじゃあ翌年巨人にが示してくれる保証はないわけ。ないです。でまた須藤さんが太陽の監督で元木行くって新聞出るんですよ。あ、もうどうでいい、ドラ1で行くって。よかった、やめてくれよ。で西武も来るって言って勘弁してくれよと思って、で巨人は早々に元木行くって言ってくれたんですよ、うん、新聞出てたんですよ、うん、あ、嬉しいなと思って。でも太陽も行くって言って、で須藤さんにジャイアンツ来たじゃないですか、うん、で須藤さん、なんであんな意地悪したんですか。あれは俺はあのジャイアンツにプレッシャーかけたんだ、うん、行かねえんだったらうち行くからな、お前絶対取れよっていうことを言って、ね、うん、本当ですかってこっち行く子供にしてもう地獄見てんのに。そまたかよ。で僕ハワイのスタジオでドラフトだったんですよ、日テレが中継してくれて、僕スタジオの時一応まあ、あの卒業してからスーツ着て、うん、でまあドラ1になって。それはその時はもう単発だった、一本釣りで巨人で一本釣りです、まあ、そりゃそうだよな、だってそこまで頑張った子もさそれ指名しちゃダメだよ、よそもな。いや本当後悔で、もうまあドラフトの時も僕は前日までドラ1で行くって言われてたから、うん、ありがとうございますと思って、であの学校で聞いた時に大森って聞いた人、俺じゃねえじゃんと思って俺じゃねえぞと思って、あれ俺どうなんのっていう感じだったですから、で2位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 でと思ったら外れ1位でダイヤだったんです。
ね、で阪神に裏切り者って言われてね、そうで、あの俺裏切り者じゃねえぞってお前たち、うん、聞いてくれよって思って、そうそうだな、大英の指名権の前に阪神があったんですよ、ハズレの、うん、で俺が葛西さん言ったんですよ、うん、で大英が残ったんですよ、で俺裏切っても何にもないから、指名権あったんだからって指名されてねえんだけどそういう、まあ笑い、後からの笑い話はできてる、まあ当時だから大変だった。誰監督？ジャイアンツ、うん、藤田さん、あ、慶応です、慶応です。で大輔なんかどういうふうに声かけされるの、藤田さんから。やっぱ1年のことは監督も知ってるわけじゃないですか。もう知ってます、よくありがとう、よく頑張ってくれたねっつって、うん、もう大阪のなんかパーティーとかあるじゃないですか、うん、炭酸会みたいな、ああいうシーズン前に、うん、昔あったじゃないですか、うん、その時に僕呼ばれて、うん、壇上に、はい、壇上に入って、もうマイクのとこ、はい、裏からパーティーとも駒田さんとか牧原さんとかみんないて、うん、てっけえなこの人だと思って、こうもう何も分かずこうやって藤田さんがこうやってありがとうって言ってくれたという、もう本当嬉しかった。そうだよな、めっちゃ紳士なんですよ藤田さん。そうなの、めちゃくちゃかっこいいですよ、めっちゃかっこいい。もう半3、4ヶ月だけ下でやったけど、あ、そうですか。そのプライベートなんか一切わかんないもんな。もう本当にもう私服とかもダンディスタイル良くてめっちゃかっこいいです。へ、僕藤田さんに辞める時とか若い時にも、辞めても解説者こうやって来てるだろ、グランドっていうのは野球人の聖地なの、うん、聖地だから絶対辞めてユニフォーム脱いだ時はネクタイしてきなさい。だから僕未だに解説する時で沖縄でもどこ行ってもネクタイするんです、うん、球場入らないときは、グラウンド入らないときはしていかないですけど、うん、なずっとネクタイして、それ僕教えがあったんです。俺中畑さんが、俺もノーネクタイで言ってた、中畑さんがその話してくれて、藤田さんはそうやって俺は教えられてネクタイしてきてんだった、うん、お前もよかったらしろって言われてからずっとするようにした。あ、そうなんですか。そういうの見てるんだって、うん、みんなジャイアンツは見てるぞっていう、うん、だここはやっぱり野球人の聖地だから、お前も野球人だろ、やめてもスーツ着てこいって、うん、これがユニフォーム、今ね、そのユニフォームが聖地に一番合う場所だから、ね、かっこいいな、めちゃくちゃ本当かっこいいです。最初ファームだっけ、しばらく1年ファーム、あ1年間になった、でも1年ファームで2年目開幕から、あれお前32番かなんかですけど、何番、37番大好き、なんか37のイメージあるよね。いやもうだから当時の、まあ、俺入って1年目の時とかの西武の2軍やばかったよねめちゃくちゃ強いんだからなんだこいつらみたいな、3、4、5、6番ぐらいまでホームランしか打たないもんね、ボコボコ打ったもんな、すっごいわと思って、これがプロなんだって。で当時また1軍も西武強かったじゃん、そうだったもんな、何この西武っていうのはと思って。大輔が巨人に入って巨人の選手たち見た時にやっていけると思ったでしょ。思わない、思わない。あ、そう、だからそれは僕ハワイ1年行って、あ、ちょっと遅れちゃったんだな、もうスピード感っていうのがまるっきりダメだったです。だから藤田さんにグアムキャンプやった時にブルペンで斉藤っていうのを投げてるから、いや斉藤さん知ってますよと思いながらブルペン立たせてもらえって言って、斉藤さんにお願いしますって言って、監督立ってこいって言われましたって、おいいよ立ってって言って、ブワーって1球目、うん、やべやべこの人と思ってわざと村本投げてる、たまんか速いし何プロってと思いました、うん、どこでそれをこう自分で日々練習したらそうなったのか、突然、あ、これいけるっていうのは何なの。まあ初め僕ついていくの大変だなと思いました。練習も大変だったの。じゃあ練習も大変です。一人じゃやっぱりな、そんなできないしな、本当にランニング量からもそうだし、バッティングだって一応高校時代ホームランバッターだって言われてて、正直篠さんのバッティング見た時に、なんでこの人がずっとホームラン打てんのって思ったさ。だから原さんとか駒田さんが打ってんだったら当たり前だなと思ったんですけど、なんで篠さんとかがと思ったの、バカバカ掘り込むじゃないですか、うん、これやべえなと。で俺一生懸命打っても4本ぐらいしか超えなかったんですよ、うん、ただこれやばいやばいと思って、でまあ1年間みっちりこうファームでもね、当時のファーム厳しかったし、うん、練習も長かったし、ずっとやってきて、で一応シーズンでは3割2分1厘打ったんですよ。おーすげえな。規定打席1足りなかったんですよ。でもすごいなそれ。健さんが4割打った年、鈴木健、はい、あで野々垣がたけしな3割1分何人で、うん、2位だったんですよ、うん、あいつショートでベストナイン選ばれたんですよ、うん、ファームで、うん、で俺1打席足りなかって、うん、2位になれなくて、うん、まあそこそこやったなと思ってた。あ、やってきたな、はい、で
でも一軍でなんかこうやっぱりテレビで見てる人たちとやると、あ、やっぱレベル違うなと。一回も上がんなかったっけ？上がったんじゃないの、その入団した年って。1年目うん、一軍に一回も上がれなかったんだ。上がんないです。もう高校生は鍛えるっていう、そうなったんだ、そういう方針になったんですよ、うん、で、2年目から上がって、それでもちょっとダメだなと思って、で、3年目ぐらいにこのままだったら生きていけないなと思ったんですよ。あ、そう、はい、やっぱりファームでもホームラン1年目4本、うん、で、2年目ももう数本しか打たなかったんですよ、うん、これ、俺ホームランバッターじゃねえな、これ、うん、プロじゃ、はい、これじゃもうどうしようかなと思って、じゃあつなぐ役にしようと思って、うん、当時竹上さん、うん、バッティングコーチ、うん、もう右打ちの練習させてください、うん、ランナー進めるバッティングチームバッティングやらせてくださいって言って、うん、おいいよやれって。で、僕不器用じゃなかったんで、うん、結構できてたんですよ。なるほど。で、当時つなぐって言ったらもう河合さんしかいなかった。うん、確かそうだな。で、河合さんは一つ自分の犠牲っていうことあるから、うん、進めても僕運良かったら1・3塁になるっていうのをやりたかった。確かに。うん、それでずっと右打ちの練習させてもらって、じゃあもう俺の野球の道はこういう道で行こうっていうなって、なんかまあミスターがくせ者っていうふうにつけてくれたかなと思って、うん、そうなんだ。だから自分では間違ってなかったなと思って。そうだな、うん、そこのだから監督がさ、ミーティングの時にさ、分岐っていう、そうです、ね、あれって全員にハマるよな。あ、あります、あります。そうなんだよなって。だから自分でずっとホームランバンバンバンホームラン狙ってて 4,5 本とか打って、俺打ったぜって思ってるやつ大間違いだよと思うんですよね。そんなんじゃねえんだよ。30本50本打つんだったらね、おすげえなってなるけど、5本ぐらいだったら打ったんじゃ入んない、入んないよと思うんだけどね。そうだな。でもそこで俺ほんと分岐、竹上さんが OK やれって言ってくれたのと、うん、で2番バッターでと思って、うん、僕もずっとソロ練習してきて良かったなと思って。だからもう、まあ慣れてきた頃に、一軍定着した頃にはやっぱり引っ張ったり流したりとか状況に応じて、ね、できてたんで。そうだな。うん。あ、これでいいや。これが俺のスタイルだ。ここで稼ごうと思いました、ね。狙った時狙ったしな。はい、あの3者連続ホームラン。一緒ですもんね。ひろきだ。あと岡崎さん大好き俺だっけ？大好き岡崎さん俺だ。はい。あの会で初めてだったんですよね。会クリな、会のクリーンアップだ。6、7、8してね。普通3、4、5とかね。4、5、6なんだけどね。6、7、8で逆転だった。2-0 で負けてる。そうそうそう。あれ、いまだに出てくるから嬉しいですね。あの頃楽しかったよ、なんかな。巨人ってさ、絶対優勝しなきゃダメっていう感じじゃない。うん、で、あの時にみんなちょっと優勝した時、負け出したら宮本さんとかみんなが日本一のねパレードを銀座でやれるのはうちだけなんだって、うん、本当にやる、本当にいいんだっていうわけ、あれ合言葉になってたんだけどね。そうですね。僕は優勝まだだからコーチになって日本一になってないんでね。だから選手も僕が行った時に優勝して初めてですビールかけとかいう選手も何人もいたんですよ、うん、そっか、でお前すっげえいいからめっちゃ寒いけど、寒いけどめちゃくちゃ楽しいぞって何やっても良さるんだよっ て, ってだ勘違いするよな銀座をな。で日本一だとあの銀座のパラダで手振ってね何が偉いんだ俺らみたいな。であれだけはやっぱりね気分いいっすね。やっちまったなって。俺なんかだって外人の外人のオープンカーだったよ、うん、ダン・グラッテン、ジミー・ジョーンズ、ヘンリー・コート、デイボーコート、カシーだって日本人だよあれね、あれいいオープンカー最高っすよね。何に集まんのっていうぐらい。あれをさ、やらしたいな。あげたい。俺らいいじゃん、もう見てても。例えばな、沿道から。ビルの上からで。おい、よかったってな、やらしたいよな。いや、ほんと気分いいですよ。でさ、俺もあの、こう、なんかかっこよく、もう、ユニフォー一になって、た監督にしたい。臭くない、かっこいい。かっこいいですね。あんだけ気使ってさ、飯食ったってうまいか、お前さんどうだとかさ疲れると思うよ、あの人ゴルフでも、うん、な、全員のプレー台持ってさ、はい、なんだろうと思うよ。で、飯だってさ、俺だ 100% 太ってるから今。いや、朝焼け言ってました、完全太ってますって。そうだろ、いや、あいつ肉、米、油ゼロカロリーとか言って食わしといて
自分は山芋から行くって。でも大輔は生え抜きでここしか知らないじゃん、ジャイアンツしか、うんうんうん、でもそのなんて言うんだろう、その人たちの強みっていうのは日本一しかなっちゃダメっていう思いってあるでしょ。あります。優勝だけじゃダメじゃん。ダメです。日本一ですな、はい、優勝して喜んで出ねえみたいなとこない、はい、ありますな。本当にだから僕あのいろんな人にまだコーチになって本当の僕喜びを味わってません。そうだよな。もう薄い、まあ、リーグ優勝っていうのは一番大変なことなんですけど、うん、その日本一っていうな選手でなってるしな、はい、ああ気持ちいいんですよ。だからコーチでやったらどんな俺一回もまだコーチ来てコーチやって涙流したことないですけど、日本一だったら泣くんじゃないかなと思うんですよ。号泣だよ。5年間すげえ辛いですもん。そうだよな、はい、2回優勝。2回優勝です。でもそれもすごいけどな、うん、でもそうじゃないんだよ。そうじゃないこのチームは。でまあ他の球団で見てみたいなっていうのも一瞬思ったんですよ。どういう環境なんだろうっていう、うん、でもやっぱりジャイアンツっていうこのプレッシャーの中でやるっていうのは、うん、みんな大変だね大変だねって言いますよ。だって優勝しなきゃいけない、日本一にならなきゃいけないんだから大変なの分かってるんですよ。でもそれで乗り越えていってなんか喜びがね。そうなんだ。そう思う、うん、だそのやりがいは超満員でやるわけじゃん、はい。俺なんかやっぱライオンズのコーチやらせてもらった時に開幕3連戦はすごいわブワーとか、まあ、だけどその6戦目7戦目10戦目ぐらいになると読売ランドに土日来てた人ぐらいしか例えばいないわけじゃない。西武ドームだってあれ始まりますよみたいな皆さん始まります15分後ですみたいな。これは何のプレッシャーもねえなってやっぱり巨人を経験したからね。西武の2軍からたまにボンって代打行くとお客の数関係ねえんだよ。もうプレッシャーかかっちゃって、はいはいはい、巨人はもうあの環境だから誰も許してくれない。許してくれないですよ本当に許してくれない。だって俺ヘッドコーチやってインスタもやってるじゃないですか、うん、ファンに発信してあげたいしな。そうそう、だから応援してくれてる人にはもう全然発信します。そうだな。ただなんだかんだ言う人には黙ってブロックします。そうだな。言い返したら大変もんな。言い返したら大変もんな。そっとブロックをします。もうね正直、うん、あのね、俺もいろんなこう首置きいろんなことこと経験してどん底味わって分かったことは、そういう悪口言ってる人は運気が下がって、言われてる俺ら運気が上がるから、ね、怒らない方がいいな、うん、もう今もブラックで、うん、はい、お疲れ様です。そうです。僕全然あれ怒らなくなる。俺もツイッターでやってボロクソ入ってください、ブロック、はい、ブロックはい、ブロック気持ちいい。それがいい。それがもうある意味こっちの楽しさが。そうそうそう、今だからないもん、入れてもブロックしない、しなくて全くいいの。テムさん頑張ろうよみたいな、うん、ブロックそれ面白くなってくる。ブロックだからだもう勝負だよ。もう毎年勝負だけど、そうそう、監督を2年優勝させてないんでしょ、うん、まずいよ、うん、あの人は。いや入ってきてんだから何言ってんの。あ、そうジャイアンツファンじゃないよそれ。ユニオム来て俺私服でユニオム来てこれ来てさ、まあ、今の売店入っちゃってホテルファンじゃないから誰も気がつかない。ファンだと思ってまずいよじゃないからね特にバッティングコーチなんだよ。そうだね、そうだ、俺バッティングコーチだからなんとかするんだよな、うん、打つから。いやあの頃は打つよ、うん、ただやっぱ今の若い頃はもう足の速いの俺は入れたいわけよ、うん、バッティングコーチとはいえ、うん、こう機能させたい。監督も経験してるから誰も動かないじゃん。作戦いらないのよ。ヒット4本で言ってんですよダメですよそれじゃ。ダメでしょ。ホームラン待ち、ホームラン待ち、ダメだって。出たーっつって。だからもうやっぱりさ、監督頼もう。監督クラスの管理がいるじゃん、監督管理が、うん、その人たちに監督が言ってもらおう、うん、お前さ走りなさいって俺たちじゃ言えない。ほんと機能しないとやっぱり、ね、あ、そうだよ。やっぱチームが変わらないとやっぱり勝てない。そうなんだよ。これ大輔の嫌なのボールいつも隠すわけじゃないけど、うん、あれあいつまたってこう一瞬ドキッとさせれるじゃない、うん、ね、あれこっちさ切る気もないのにフェイクしたとか、うん、そうそうそう、あれなんだよあれみたいなさ。いやだから俺なんかもう足遅いのに一応21個したんです。そうなの、ね、すごいな。大輝とかあのスコアラとかいたらそんなしてませんっていうな。だからお前らね、俺は足を遅いとかじゃなくてやっぱね、スタート切る勇気と、そうなんだろうな、もう隙を見なきゃダメだっつって。そうだよな。で今の子って本当真っ当にしかしないです。なんかさ、
アウトになって文句言われたら別にいいじゃんって話じゃないの、やればいいじゃんって、じゃ次成功すればいいんじゃないのって、そうすいませんって思ったけど、すいませんって次成功しますって気になってさ、いや監督に怒られちゃうんでとかコーチに怒ったらよく言ってる、お前個人事業主だろお前って本当に、ああ三振してベンチ見てるとかさ、そういいじゃんな、ファーム行ってくりゃ、じゃあもうそういうやつ本当ファーム行ってこい、ファーム行ってくりゃいいんだから、またやり直せばいいじゃない、三振してやっぱピッチャーにらみ返すぐらいじゃないそれは、いやあとキャッチフォークって汚いなこれバスケでしょ、そういう気持ちのやつはやっぱりね次打つと思うんですよ、うん、ただ三振してパッてあーやばいって思ってベンチ見るやつ、いやファームかなとかさ持ち合い使ってくるもうどうでもいいじゃんな、行ってこいってそういう気持ちだったら、そうだよな、うん、そういうチーム作ろう我々、そのやっぱ河合さんもいるし、河合さんも疲れてるぞあの最初のランドのところとちょっと違うねなだって河合さんのあの帽子なんか1721年かぶってんだからの帽子ゴルフの帽子だからそんだけもう千人だからさ、やっぱとにかく大好き、はい、日本一になるから、いや本当日本一にならなきゃいけないです、なるってもう信じて、はい、もう言い続けよう、うん、ね、もう選手のお尻叩いて、そうそうそう、ね、頑張っていくしかない、もうな、はい、俺はもうオフはちょっと少し減量考えてくる、僕監督に言われたのが今年のベンチはねひどかったと、うん、監督は俺が思ってるジャイアンツじゃなかったっ、うん、戦う集団じゃないんだな、すいませんって僕の責任ですって言って、うん、で、今年もやってくれって頼まれて、うん、もうやるじゃないですか、うん、その時にお前さんとデーブでベンチの中盛り上げろ、うん、やっぱり活気がない、まあそこは得意分野だったよな俺たちは、いや出てなかったよ、出てねジョニーベンチってすごいキャッチャー、俺はジョージベンチだったから常にベンチだったからもう声出しだから、あの OB 野球、うん、ね、うん、俺声出しで呼ばれてんだから、もう本当そんなもんですよ、そう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 、ね、僕らやっぱりでもね、うん、俺はベンチにもいたい、ずっとベンチにいたい、ベンチの方が長かった俺は、そうだね、でもスタメンで出たらやったよ俺らは、やったよ勝負強いんだからね、そうあれは声出したり周り見てグザーってやってるからね、いやだから俺言うんですよ、ベンチは声出せよ、うん、そういうことよ、だから今の子って何よ今更声出せとか言って、いや違うんだよ、そうだよ、医学的にも声出した方がいいわけ、違う、だから声出すとボール見てるのよ、うん、そうだよね、やらかーで、ヤジとか飛ばすのにボールの位置見てないとヤジれないもんな、何やってんだファーストってボールがサードになったらおかしいでしょ、おかしいでしょ、 だな、だからもう俺なんかずっとボール見ててずっと声出して、よくね先輩方には大好きやしれとかよく言われてたじゃないですか、でもそれで一生懸命やって、自分でこうやって見てるうちに声出してるうちに野球を覚えていく、そういうことなんだよな、それをさ声出すが古いっていう感覚になったらもう伸びないよな、そうですね、いや本当そういう子はやっぱりうまくならない、外国人のベンチもメジャーリーグ行ってもすごいよ、みんな声出して、はい、うん、静かになんかやってやしないもんな、いや本当だからよくアメリカだったらまあ会っちゃいけないのが乱闘とかあるじゃないですか、うん、みんな喋ってるように見えて乱闘になった瞬間ってある瞬間っていうのを一斉に構えるじゃないですか、そうだよな、構えるよな、っていうことは見てんですよね、そういうことなんだよな、野球を、そうしかもそのグラウンドで友達っぽく話してたとしてももう見たことないんで、外国人の方があんまりぐちゃぐちゃ話さないの、そのメジャーリーガーたちは、うん、日本にいる外人同士はこう喋りますよね、喋ってるけどメジャーリーガーってあんま話さないんだよな、うん、実際にだそれが喋ってたとしても乱闘の時は関係ないじゃない、関係ないですよね、強いもんな、うん、だってそのバッターに対してもインサイド行くし、そうそうそう、牽制だって平気ですよ、ギャー行くしな、ああ、そのさ家族が殴られたら守らねえかっていう気持ちのチームにしたいじゃん、うん、もう闘志だよ、そうですね、もう本当にさやったんだ俺みたいなの気持ちの集まったらね、そこが足んないんじゃないの、うん、だから僕マッチがいいと思って、ないね、いい役来たなと思って、だからこちらと試合やってる時もアマチュア抜きやってもそのプロの風とか全くプロ風吹かさないってマッチは、まあ、シートノックだって試合の時もさよう声出すから俺が監督の時マッチよう声出すなってありがとうございますよ、よく見てんなあいつはよくということはこっちのベンチを見てるわけじゃない、そう、ああすごいっす、 あれでかいであれ来たのも、はい、なんなら秋のキャンプ来てほしいないやデブいるから大丈夫です、そうしようかということで、大輔ありがとう、はい、今年日本人になりましょう、はい、頑張りましょう、ありがとうございました。